今日開かれた調査検証チームの会議。そこでまとめられた最終報告書が名古屋市の河村市長に手渡されました。情けねえですよ、こんなことやってまってね。信頼感はほぼ地に落ちたということですよ、これ。ことの発端は半年前。大変申し訳ございませんでした。今年2月、教員の人事を決める教職員課が校長などの推薦名簿とともに金品を受け取っていたことが発覚。送っていたのは校長会など教員の団体でした。この問題を受けて調査チームが発足し、検証がスタートしました。金で役職変わってるんだろうと言われても、しょうもない形になっていると思います。こう語ったのは、かつて教職員課に勤めていた男性です。受け取った金品の使い道については、人事のシーズンになると長時間それだけに集中する仕事をするんですが、その時のおやつだったりタクシーチケットだったり、そういうものに変えられていたというふうに思います。3月に調査チームから出された中間報告書では、2017年度以降の7年間で1312万円余りを受け取っていたことが明らかになりました。その使い道としては、職員の弁当や貸し代、仕事が遅くなった時のタクシー代など。そして最も多かったのが外部の団体などとの会合費でした。さらに昇進候補者の 88% が何らかの推薦名簿に載るという異常な事態と指摘されています。そして今日、調査チームから最終報告書が出されました。果たして人事は金で動いていたのでしょうか。ここからはこの問題を取材している鈴木記者と一緒にお伝えします。お願いします。お願いします。今日先ほど最終報告書が出されました。はい、注目しているのは大きく2つですよね、鈴木さん。そうですね、はい、2つですね、はい。こちらが、金で人事は動いたのかということと、はい、OB が内乱をしていたという問題が2つ、大きく注目されています。はい、1つ目は金と人事について、こちらのフリップで説明します。はい、名古屋市にはですね、校長会など教員による団体が多数あります。それらの団体が校長の推薦名簿とともに金品を提出していた問題。その金品の額なんですが、はい、7年間で1312万円余り。このお金がどう使われていたのか、弁当代であったり貸し代、タクシー代、それから会合費に使われていたというんです。こういった、お金がですね、人事に影響していたのかどうか、今日出された最終報告書ではこちら、人事が不当に歪められたとは確認されなかったとして、事実上影響はなかったとされましたが、鈴木さん、これは。そうなんですね、こうしている根拠としてはですね、最終報告書では、金品を送っていた団体と送っていなかった団体に、承認の割合に差がなかったということを、理由として挙げているんですね。はい、ただですね、この金品のやり取りがあったということ自身が、それことが今後同断だというふうにも言ってまして、市民の目から見て、教員団体との癒着と見られないかなという問題意識がなかったということが、問題なんじゃないかというふうに指摘してるんですね。だってそもそも人事を決める場所にお金が流れていたということですから、それは市民の方にえって思われても仕方がないですよね。そして2つ目のこの OB が内乱という問題についてなんですが、これもフリップに戻ります。この教育委員会、ここが人事を決めるんですが、教育委員会の OB に人事案を見せて意見をもらう、内乱と呼ばれるものがあったそうなんですね。で、OB ということですが、その時点での教育委員会の関係者ではないということ、つまり部外者に人事資料を見せていたという内乱について、今日の最終報告ではこう出ています。
人事について影響を及ぼした程度はごく限定的だと最終報告書には記載されていたんです。ただごく限定的ということは少しは影響があったと見られるということですか、鈴木さん。そうですね、まずこれ前提としてですね、内覧で見せていた人事案というのは、人事案ということもあって、まだそこで確定しているものではないんですね。で、ただですね、そこで、OB に見てもらって、それでその意見を参考にしたケースというのが、少しあったのではないかと推測されるというのが最終報告で、書いているんですね。なので、こういう表現としています。ただですね、これも、そもそも公務員の守秘義務上の問題がある行為、ここですねっていうふうにも言えるわけですよね。で、私はこの内覧の実情に詳しい関係者に取材したんですけれども、内覧というのはですね、教育委員会側が OB の方にこれ見てくださいというふうに、お願いをして持っていくものらしいんですね。で、そういう問題でですね、こうした、人事で金が動いたのかと、内覧と問題ありますけども、こういったした一連の問題についてですね、最終報告ではですね、公平さに対する無神経さ、無自覚さ、無責任さが問題の本質ではないかと指摘しているんですね。これはつまり、教育委員会の、体質の異常さっていうことを、調査チームは強く非難したと言えると思います。また事前に、人事資料が内覧という形で見せられてしまうこと、はるかさん、この最終報告書を見てどんなふうに感じますか？そうですね、渡す方も金品に関して渡す方も受け取る側も感覚としてあまり理解できないなっていうのが率直の感覚で、つまりだからいつからどうしてこういったことになっているのかっていうのが気になりますし、他にそういった文化みたいなものが根付いていないのかっていうのを、そういったものも全部なんか疑ってしまうような感覚になっちゃいます。こういうことをやめましょうよっていうふうに声を上げる人がいなかったのか、当たり前のように続いていたんじゃないかっていうのを疑いの目がどうしても出てしまいますね。この問題については今後名古屋市がどう対応していくのか注目されます。はい。